じゃあ皆さんこんにちは、はい、こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。第6回の生き生きのこのチャンネルということで、はいはい、もう6回になりましたね。じゃあ石橋先生、はい、今日もよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします、はい、じゃあ今日は私埼玉医大の藤田も久しぶりに、登場します。よろしくお願いいたします。はい、同じく埼玉医大の森田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日石橋先生どんな感じの内容でしょうか。はい、今日はね、骨と骨粗鬆症の話ですね。大事ですね。はい、大事ですね。はい、いや本当も多いですよね。整形外科でもまあ毎週毎週ね、骨折の手術してますけども、ね、リハビリの方もね、はい、みんなその方がね、はい、大体整形外科医は、まあ手術したら、うん、まあ概ね終わりかなまあそこから先は我々になるんですけども、ね、はい、ただあれですよね、骨折とか、うん、あるいはその関節がっていうのも全てこう骨粗鬆症、骨が強い弱いっていうところに影響してくるわけですよね。そうですね、そうですね、はい、だからまあ骨折は嫌なもんですけどもね、うん、それを予防しようと思ったら、骨粗鬆症の予防、うん、なるほど ね、うん、ね、あとはもう転ばないように、そうですね、はい、というところ、じゃあ今日はその辺のミニ講座もあるということで、そうですね、でこれから今日とあと、3回続けて、3回続けて、はい、今日がその初回ということで、ね、じゃあ楽しみにしております。はい、はい、で、運動の方は、あ、そうですね、今日の運動はですね、森田先生に以前作っていただいたこうタオルを使った体操で、うん、背筋を鍛えたり、あるいはこう肩甲骨周りというような内容ですかね、はい、今日の何かポイントありますか。今日のポイントはですね、肩甲骨と背中の方なんでだいぶこう背面の運動ですけども、うんうん、タオルを使うことによって、まあ、少し分かりやすく、うん、動かせると思いますので、はい、それをちょっと頑張っていただけたらと思います。はい、じゃあ後ほどよろしくお願いいたします。だいたいロコトレってうちらは、ね、下半身ばっかりずっと足でした ね、うんうん、上半身もちょっとね、うん、そうですね、やはりこう姿勢とか、うん、いろんなところに関係してくると思いますので、そうですね、じゃあ後ほど楽しみにしてます。ありがとうございます。例えば石橋先生、なんかおはがきが来てるんですか。そうですね、はい、お願いします。この間ね、おはがきいただいてですね、ちょっとご紹介させていただきます、はい、ですね、板橋区の、方ですね、はいはい、それで、お名前は、まあ、言わないことにしておきますね、まあ、ちょっと読ませていただきます。前略、いつも生き生きロコモチャンネルありがとうございます、ということでありがとうございます。いつも感謝しながら拝見学んでおります。最近はテレビ新聞等々で教えていただいたことと同じことを、やっていて、まあ、内容がこう結構ねテレビとかで聞いたなということを、まあ大体、いろいろ出てますから ね、先生ね、そうかもしれませんね、はい、はい、ロコモチャンネルすごいなと思いながら、頑張って聞いていただいているということです。ありがとうございます、はいはい、で残念なことにですね、旦那さんが最近入院して亡くなられてですね、あ、そうですか、まあ、ちょっと寂しいことと思いますけども、うん、これからは一人で、ロコモチャンネルを見ながら、やっていきたいというふうに、書いていただいてます。そうですか、はい、まあ、私たちも頑張りますので、はい、ぜひ、はい、ぜひ参考になる情報を、ね、発信していきたいと思います、はいはい、お願いします、これからも、はい、はい、じゃあそういうことで、はい、はい、じゃあ本日もよろしいですかね、第6回よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、第6回生き生きロコモチャンネルということで、今回から3回ですね、骨と骨粗鬆症のことをお話ししたいと思います。まずですね、今日はですね、その骨と骨粗鬆症の基礎知識ということで、まあ、骨っていうと皆さん、まあ、知ってるようで知らないことが多いかと思います。で今日はですね、その骨に関する基礎知識と、あと骨粗鬆症のこうどんな病気か、あと、まあ、診断とか検査とかですね、そういったことで、お話ししたいと思います。でまずその骨粗鬆症ですけどもね、定義の言葉があります。骨強度、まあ、骨の強さですね、これいわゆる骨密度と骨の質、骨質で、決まりますけど、それが低下して骨折しやすくなった状態というのが、骨粗鬆症というふうに、まあ、これは僕らこう整形外科医とか、専門の人たちもですね、みんな使ってる、定義と思ってください。日本人で、1280万人で、女性の方が多いですね。大体女性は男性の3倍から4倍って言われてますけども、女性に多い病気です。でどんな症状か、実は骨が弱いだけでは あまり症状ないんですね。ただこう背骨がこう圧迫骨折って潰れてくるとか、そういうことが起きると背中が丸くなってきたり、身長が低くなってきたり、あと腰や背中の痛みが出たり、であと骨折しやすくなるっていうようなところが、まあ、症状といえば症状ですね。
で女性に多いんですけど、特に閉経の後に、特に進行しやすい。また後でお話しますけども、女性ホルモンが減ってくると骨が弱くなるということになってますので、女性の方は特に注意が必要です。また遺伝的要素がある、これはあまり知られてないかもしれませんけども、だいたい骨密度は7割ぐらいが遺伝で決まるって言われてます。なので、運動と栄養を頑張ることは大事ですけども、なかなかこう遺伝的に弱い人はどうしても弱くなってしまう。ですので早めに自分の骨のことを知っておくということが大事ということになります。で、この左側の正常な骨がだんだんこうスカスカになっていって骨折しやすくなるというイメージが、骨粗鬆症と思ってください。で人の骨ですけども、人の骨はですね、体を支える、あとこう臓器、頭とか、胸の肺とかですね、あと内臓とかといったものを守るというような働き、あと筋肉がついてて筋肉の足場になってる。ですので筋肉が縮むと骨が動く、つまり関節が動いて、手足が、動くということになります。で、レントゲンで見ると、背骨の骨はこんな風に、横から見ると長方形に見えますけれども円筒形のものが積み重なってたり、で手足の長い骨は、この大腿骨の写真ですけれども、こんな感じの形をしています。で、大腿骨ですけれども、でよく見るとですね、これ上の方はですね、海面骨というスポンジが硬くなったような骨が中に詰まってます。これ海面骨って言いますね。であとその真ん中あたりはですね、レントゲンで見るとこの白い壁のように見える部分、でこれはパイプ状の骨になってますけども、これは皮質骨ということになります。で、大体この海面骨と皮質骨の、2つに分かれてると思ってください。で背骨の骨はですね、大半がその海面骨、背骨の中というのはこうやはりスポンジが硬くなったような、こう構造をしてて、こんな風な海面骨になっていると思ってください。大体その2つでですね、もうちょっと細かく言うことですね、で骨の成分、骨がどんなもので成り立っていくか、細胞とですね細胞以外の成分で、大体人の体だってそうなってますけども、ちょっと難しいですけども、骨芽細胞、新たに骨を作る細胞、骨の目の細胞と書きますね。あと骨を破る細胞、破骨細胞といいますけども、古い骨を壊す細胞で、骨細胞っていう、これはですね骨芽細胞が骨を作ってるうちに自分自身が埋まっちゃって、骨の中に埋まって、じっとしてるような、状態の細胞です。だいたい骨の細胞っていうのはこの3つがあります。ちょっと、知っといてください。で細胞以外の成分はですね、大体がタンパク質とカルシウム分でできています。でタンパク質はですね大半がコラーゲンです。これ皮膚と同じ1型コラーゲンという、皮膚って結構強いですね。人間の皮膚が強いかどうかはなかなか分かりにくいかもしれませんけど、例えば、牛の皮とかですね、動物の皮とかベルトとかジャケットになりますよね。でああいう皮っていうのはもともと強いで、その皮の強さっていうのはコラーゲン、骨もそのコラーゲンで大半できています。でそれに石灰分、骨の石灰分のことをハイドロキシアパタイトと言いますけども、そのハイドロキシアパタイトが、沈着して、で、強いコラーゲンの繊維に石灰分が、沈着して、硬くてしなやかな、骨になっているというふうに思ってください。でさっきの細胞は何してるかっていうと、ずっとですね骨の新陳代謝、骨代謝をやっています。で破骨細胞がバクバク骨を食べてですね、古い骨を溶かしていくんですね。その古い骨を溶かす作用のことを骨吸収、骨を吸収していくので骨吸収と言います。でその吸収されたところに今度骨芽細胞がやってきてですね、骨形成、新しく骨を作る作用を、します。でこうやってですね人は一生ですね、古い骨を溶かして新しい骨を作るということをずっとやってます。で成長期は骨芽細胞の方の骨形成が多いのでだんだん骨ができてきます。でただこうだんだん、年を取ってくると、骨を、溶かす方が、にですね、作る方が間に合わなくなってきて、でだんだん骨が減っていく、で、骨粗鬆症になっていくということに、なるわけです。で、これはですねその生涯の骨量の変化をグラフにしたものですけども、成長期だいたいですね、
20歳ぐらいまで骨は成長します。でそこからはですね、大体男性の場合は、50代ぐらいまで、で女性の場合は閉経期までですね、大体平坦でいきます。まあ、もちろん運動とか栄養気をつけるとちょっと増えたりちょっと減ったりはしますけれども、大体平坦でいきます。で女性は閉経、大体まあ50歳ぐらいで閉経を迎える方が多いので、その後15年間ぐらいガクガクと減っていきます。でその後また、なだらかに減っていく。で男性はまあ閉経がないので、50代ぐらいからじわじわ減っていく。でこのグラフを見るとですね、骨粗しょう症になるかどうかは主に成長期に、どれだけ骨が増えるかと、閉経期とか、中高年期にどれだけ骨が減るかで決まるということで、分かるかと思います。まあ、つまり成長期がどんだけ大事かということですね。ということで、でなんで、まあお子さんのいらっしゃる方、お孫さんのいらっしゃる方ですね、まあ、子どもの骨、まあ、運動と栄養が大事ですけどもね、まあ、成長期にできるだけ骨が増えるように、してあげるといいと思います。なかなか難しいかもしれませんけど、で女性の場合、その閉経の時に減るんですけども、なんで減るのかというのがですね、これがその女性ホルモンの、ためなんですね。で女性ホルモンというのはもともと骨がどんどん減っていくのを防ぐ働きがあります。で例えば女性の場合、妊娠とかですね、あと授乳期に、いっぱいカルシウムを使うので、ほっとくと骨がどんどん減っちゃうんですね。でそれで女性ホルモンがその骨を減っていくのにブレーキをかけるということで、骨量を維持するという働きがあります。まあ、ただ、閉経になるとその女性ホルモンが減っていくので、なんでその骨吸収、骨を溶かす作用が増えて、で、骨量が減っていく。でそれが閉経後骨粗しょう症ということになります。でその結果ですね、骨折しやすくなります。で骨粗しょう症に多い骨折、大体ですね、決まってます。背骨の圧迫骨折、背骨ですね、あと大腿骨筋部骨折、足の付け根で、肩、上腕骨筋部骨折、手首、頭骨延端骨折、これ全部ですね、さっき言いました界面骨のとこなんですね。背骨とかですね、手足の骨の端っこの方、ね、真ん中辺はですね、手足の骨の真ん中辺は皮質骨という骨でできてて、これはあんまり弱くならないんですね。というわけでですね、背骨、足の付け根、肩、手首というところが骨折しやすいというふうに思ってください。この中で特にですね、足の付け根の骨折、大腿骨筋部骨折はですね、大体年間20万件ぐらい、起こっているということで言われています。でこの骨折はですね、大体前例に手術が必要です。で、この骨折を起こすとですね、結構こう要介護になったり寝たきりになっちゃったりする人が実は結構多いと言われています。で全体の要支援要介護の原因の 12.5%、 8人に1人はこの骨折によると言われています。で女性にやっぱりこの骨折も多いんですね。で大体普通の、規模の大きな病院、小さな病院含めてですね、大体こう、毎週毎週この手術を整形外科医はやっているというのが一般的です。でその手術とかですね、リハビリで大体こう急性期、最初の手術リハビリで150万円ぐらいかかります。でまた一般にですね、その後も年間に同じ額150万円ぐらいの介護費用がかかると言われて、もちろん平均ですけどもね。でなのでこの骨折を防ぐっていうのはすごく大事なことなんで、皆さんももう大変、骨折したら大変ですけどもね、こんだけ結構要介護になっちゃったりとかお金がかかっちゃったりするので、ぜひ予防することは大事ということになっています。ただ、だんだんこの骨折はまだまだ増えていってると言われています。でもう一つですね、この骨粗しょう症の骨折で大事なことというのがあって、ね、これは有名な論文でですね、初めての骨折って書いてます。でこの表はですね、初めての骨折が、例えば手首の骨折をした人はですね、次の骨折、例えば次に手首の骨折をまた起こしやすい、反対側の手ですねを、起こしやすい、その確率が 3.3 倍に増えるということで、手首の骨を骨折した後はですね、他のも含めて大体、次の骨粗しょう症に多い骨折をですね、倍ぐらい起こしやすくなる。で大体手首、背骨、足の付け根、さっきちょっと言いました骨粗しょう症に多い骨折ですけども、何かの骨折を起こすと次の骨折が倍ぐらいに骨折、しやすさが増える、発生リスクが増えるということになっていますというか分かっています。というわけですね、なかなか骨粗しょう症骨折、ほっとくと次から次へと、
骨折を続ける骨折の連鎖とかですね、ドミノ骨折とかですね言います。で、そういうことでですね、これがですね、骨粗しょう症の診断基準ですけども、これは私たちも使っているものですけども、こういう時に骨粗しょう症って診断できるよという、ものです。でこれが脆弱性骨折あり、脆弱性骨折というのが先ほどの骨粗しょう症に多い骨折ですけども、で、あってですね、特に、椎体骨折、背骨の骨折とかですね、大腿骨筋筋部骨折、足の付け根の骨折がある場合も、それだけで骨粗しょう症って診断できる、まあ、診断したら薬とかで治療するんですけどもね。でもうあとは骨密度が低い場合、骨密度がこれヤムって言いますけども、若い人の平均値、若年成人平均値の 70% 以下の場合に、骨粗しょう症と診断できるということになっています。まあ、ですので骨折があるかないか、あと、骨密度が低いかどうか、まあ、それで決まることになります。でじゃあですね、骨密度、まあ、どうやって測るか、よくまあ骨密度検査って言いますけど、結構いくつかあるんですね。で一番基準になっているのはこの、デキサ法の、腰椎とか大腿骨で測る、デキサ台の上乗ってする検査ですけども、これが一番中心ということになります。まあ、これちょっと病院とかですね、骨粗しょう症に関心の高い先生のクリニックとかで、やってます。あとデキサ法で今度頭骨前腕ですけどもね、で、測るちょっと小さめの機械があります。で、これもよく使われてます。あと超音波使って、かかとの骨をですね、超音波使ってその骨の強さ硬さを測るんですね。まあそういう、やり方、あと MD 法って言いますけども、これは、第二中手骨の手の甲の、レントゲン取って、まあ、それでその骨の濃さとか、皮質骨の幅を測るっていうようなことで、まあ、骨量を評価するわけです。まあそれぞれですね特徴があって、その先ほどの、手のレントゲンでする MD 法はですね、まあ、簡単でできるんですけども、診断には用いられますけども、薬効判定には不利ということになっています。まあ、薬の効果を見るにはちょっとこう、感度が低いということになっています。あとデキサ法はですね、腰椎大腿骨頭骨などで測定可能ですけども、その中で腰椎大腿骨のデキサは、診断もできるし、薬飲んで結構変化の強い、界面骨はもともと薬の効果判定に使いやすいんですね。なので背骨とか大腿骨の足の付け根は、薬の効果判定にも使いやすいってことになってます。であと、超音波はですね放射線使わないので、簡便でいいです。でそれで、骨の中を超音波が伝わる速さを評価して、それで骨の硬さを見るということになります。まあ音はですね硬いものほど速く伝わるという性質がありますから、まあ、その性質を使って、骨の強さを測っているということになります。で、でこれはスクリーニングには用いられますけど診断には用いられないというふうにガイドライン上はなっています。で、こうしてですね、まあ、骨の強さ、骨密度を測るということになります。あでちなみにデキサはですね放射線を使うんですけどもすごく放射線の量は少なくてですね、だいたいデキサを10回か20回やったら胸のレントゲン1枚ぐらい、そのぐらいの、被曝量ですのであまり心配はないと思ってください。でもう一つですね、病院でやる検査でですね、骨代謝マーカーっていうのがあります。でこれは骨の代謝の様子が分かる、さっき骨の代謝って言いましたけども、骨を、まあ、古い骨を溶かして新しい骨を作る、まあ、骨吸収と骨形成がありますけども、骨吸収の勢いを見る、骨吸収マーカー、これまあ血液とか尿の検査で分かりますけども、あと、骨芽細胞が骨を作る勢いを 見る骨形成マーカー、まあ、こうしたことでですね、骨の代謝の様子が分かります。まあ、例えばですね閉経の影響を受けて骨がどんどん溶けていってますという、まあ、例えば50代の方がいます。で、まあ、ただ50代だとまだ骨密度そんなに下がらないんですね。ただ、この骨吸収マーカー、閉経の影響で骨吸収がどんどん増えている、勢いが強くなっているというのはこの血液の検査とかで分かるということになります。なので、まあ、割と、有意義、まあ、有効な検査ですね。はい、でということでですね、病院に来るとそんなふうなことをするわけなんですけども、皆さんがですね、自分でちょっと骨粗しょう症を
こうどう見つけるかというのをちょっと、お話ししますとですね、まず大事なこと、背骨の骨折は知らない間に起きていることも多い、いつの間にか骨折っていう言葉が、ありますけども、背骨の骨折はですね、骨が弱い場合じわじわっとこう、潰れてくるんですね。そうなるとゆっくり潰れるのであんまり症状とかないんですね。骨折って痛いのが当たり前と思ってたら実はそうじゃなくて、背骨の骨折は知らない間に起きていることも多いなんだけど、それでもやっぱり次の骨折が、多くなるというような、リスクのある状態になります。なので、これはやっぱりちょっと知っといて、そうかなと思ったら、でそうかなと思うヒントがですね、まずあの身長の低下ですね。で20歳の時と比べた身長の低下が2センチ以上は黄色信号、4センチ以上は赤信号と思ってください。2センチまでは生理的な身長低下と言っていいですけども、2センチ以上はちょっと注意が必要、ということになります。であと年齢から体重を引いた値が20を超えていたら気をつけようということで、これはですね、年齢が高いほど骨が弱い、あと体重は少ないほど骨が弱いんですね。骨については体重が少ない方が骨が弱くなります。なので例えば70歳の人が体重45キロだったら引いたら25になるので、気をつけよう。これはあの、大規模な疫学調査の結果分かっていることです。であと背中が 丸くなってきたとか背骨の一部が出っ張ってきた感じがあったら、背骨の骨折を起こしていることが多い、ちょっとあのそう思ってみてください。最近急に丸くなってきたとかですね、なんかこの辺出っ張ってきてなんか出来物ができたと思ったら実はですね、あのそれは圧迫骨折だったということがあります。圧迫骨折のせいで背中が丸いので出っ張ってきたということがあります。あとですね、壁を背にして、かかとお尻背中を壁につけてまっすぐ立ってで、かかとお尻背中をつけて立つとですね、後頭部つけようと思っても、壁につかない場合、これは背中が、圧迫骨折で丸くなってて後頭部がつかない、場合は背骨の骨折があるかもしれないというふうに、考えていいかもしれません。であと実は遺伝が多いこと、先ほど言いましたけども骨密度は遺伝で7割決まる、でお母さんが足の付け根を骨折した、お母さんがすごく背中曲がってるみたいなことがありましたらちょっとご自分も気をつけてみた方がいいということになります。そしてもしそういうことがありましたら、レントゲンとか骨密度検査をしようということでお考えください。はい、じゃあその骨粗鬆症の検査はどこでできるでしょうかということ でまずですね、自治体の骨粗鬆症検診というのがあります。あるいは人間ドックで、オプションで骨粗鬆症の検査、骨密度を、取っているところは多いです。で、ただですね、骨粗鬆検診の実施の有無とか時期や検査方法は自治体によって異なるので、まあ、ちょっと、自治体、お住まいの自治体に聞いてみてください。でまたあの人間ドックではですね、オプション、骨密度検査をですね、人間ドックのオプションとかあと骨密度単独ででも受けられるところも ありますので、まあ、ちょっと聞いてみてください。あとですね、医療機関でこの場合はですね、何らかの症状がないと検査はできません。あの今日話聞いたから、明日行ってみて話聞いたので、検査してくださいって言ってもやっぱり病院はそういうわけにいかないです。で何か症状がないとで腰痛であるとかあと50歳以降骨折して心配ですって言ってこれは大丈夫です。あと身長が、急にあの低くなってきました、急に背中が曲がってきたみたいなことがあったらあのこれはもう症状というふうに思っていただいていいです。で、骨密度とかレントゲンとか骨代謝マーカーなどで、その医師の判断で、まあ検査が受けられますし、で、まあ、それに結果によって治療を受けてということになるかと思います。で大体主に整形外科でですけども内科や婦人科の先生でも骨粗鬆症の検査や治療をされている先生が多いので、ぜひちょっと聞いてみてください。はい、というわけでですね、骨と骨粗鬆症の話、まあ、なんかまたなんかしっかり勉強みたいな話になっちゃいましたけども、分かっていただけましたでしょうか。はい、それではこの、ミニ講演会を終わりにいたします。お疲れ様でした。はい、じゃあ皆様こんにちは、埼玉医科大学の藤田と申します。このチャンネルは2回目3回目でしょうか、また今日は体操のお話をしますが、いつもは、ロコトレということでこうスクワット、それから片足立ち、そしてかかと上げのヒールレイズですね、この3つをやってましたが、今回は、今日の、ミニ講座でもありましたけど骨粗鬆症の話があったので背骨、背中のですね、この背筋を少しこう鍛えるような
それにこうタオルを使ってですね、やるようなタオルをやり体操をやりたいと思います。そして肩甲骨周囲ですね、ここを動かしたり、あるいは姿勢を良くするための体操を3つ、行いたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は特別の講師を呼んでおります。どうぞ。こんにちは、埼玉医科大学の森田です。よろしくお願いします。はい、森田先生はね、このタオル体操を一生懸命考えていただいたので、皆様お家に何かこういうタオルはありますでしょうか。これは幸運研で以前作ったタオルですが、まあこれじゃなくて結構です。お家にあるような、白いタオル、ハンドタオル、あるいはこれはちょっとスポーツタオルのサイズですけど、そういうものを使ってやっていただければと思います。ちなみにこれは今治タオルでございます。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは最初の体操になります。この脊柱起立筋を鍛える体操ということで、じゃあ森田先生よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まずは足を肩幅に広げてください。はい、こんな感じでしょうか。はい、その状態でタオルをですね、ご用意していただいたタオルを、はい、広げて両足を持ってください。両方の端ですね。はい、はい、この時親指は内側という感じでしょうか。そうですね、親指が内側になって、わかりました。手の甲が上になります。はい、はい、このタオルをですね、上に持ち上げます。しょ、はい、はい、この状態でスクワットをするようにですね、少し前傾してください。はい、こんな感じでしょうか。はい、はい、そうですね。はい、先生この時によく膝がこう前出たりする方いますけど、これはどうなんでしょう。はい、これはあまり良くないと思いますので、膝には良くないということですかね。はい、じゃあそこはロコモスクワットと一緒で、膝が前出ないように腰を引くようにして体を前傾させる、はい、前傾してください。そういうことでしょうか。はい、はい、その状態でこのタオルをですね、首にかけるように下げます。よいしょ、こんな感じでしょうか。はい、でもう一度上げます。これで1回ですね。はい、はい、これを繰り返します。はい、下げて上げる、下げて上げる。はい、ありがとうございます。はい、これ結構あれですね、背筋もそうですけど、はい、スクワットの姿勢に近いので、ももにもしっかりと力が入る感じですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんで、はい、10回目標になりますので、一緒にやってみたいと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。もう一度肩幅を横に、はい、開きます。肩幅のように足を開いてください。はい、タオルを持って頭の上に持ち上げます。よいしょ、この状態で少し前傾してください。前にかがんで、かがんで、はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、はい、ありがとうございます。結構背中力入りますね。そうですね、はい、回数は少し少なめから始めても大丈夫ですかね。はい、まずは10回程度から行ってください。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、では2種目目、今度は先生、肩甲骨周りのストレッチの体操でしょうか。はい、肩甲骨をこう開いたり閉じたりして、うん、肩甲骨の周りをよく動かす運動です。はい、じゃあお願いします。はい、まずは肩幅に、やはり足を広げてください。肩幅にということですね。はい、はい、また、先ほどもご用意いただいたタオルを使います。はい、はい、これこんな端っこの方を持つってことでいいんですかね。はい、今回はですね、タオルをこう握り拳一つ分ぐらい余らせて、少しじゃあ短めに持ってっていうことですかね。はい、その方が肩甲骨がよく動くと思います。あ、なるほどなるほど、はい、はい、分かりました。はい、持っていただいて、まずはタオルが一直線になるようにこう広げます。こんな感じでしょうか。はい、はい、ここから握り拳と肘が両方胸の前でつくように閉じます。はい、そうですね、はい、はい、ここからまた広げます。これ先生あれですかね、手だけだとこんな感じじゃあまり効果はないということですね。はい、肘を広げてしまうとあまり肩甲骨が動かないので、うん、肘もしっかりとくっつけるような形でと、はい、いうことですね。はい、閉じた時に肩甲骨がまあ、背中の方で開くような形ですね。その時にギューッとこう開いてくる感じがします。はい、はい、じゃあこれは何回ぐらいがおすすめでしょうか。はい、これは10回から20回ぐらいの間で、うん、はい、行ってください。わかりました。はい、
じゃあ皆さん一緒に10回やってみましょう。お願いします。はい、いきます。まず広げてしっかり開いたところから、はい、じゃあいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。ずいぶんやっぱりこの辺がこう胸が開いた感じになりますけど、はい、これはやはりその肩甲骨を動かすっていうのはこう姿勢も良くなるっていう、そういう効果もあるんでしょうか。はい、姿勢が悪くなると肩甲骨が広がってこう前傾になりやすいので、うん、まあ、それをよく広げる方と閉じる方、うん、両方動かす運動になります。ちょっとこう最近延廃かななんていう気になる方はこういう体操をやった方がよくですね。はい、はいはい、じゃあ3つ目の体操、はい、やはり先生、あの肩甲骨周りのやはりストレッチっていうことでよろしいんでしょうか。はいはい、今回は肩甲骨の上下の運動ですね。上下の運動で、はいはい、じゃあポイントをお願いいたします。はい、まずはまた足をですね、ちょっと私は後ろ向きでやってみます。はい、ちょっと見やすいように後ろ向きになっていただきます。はい、足を肩幅に広げてください。肩幅程度に開く。はい、はい、またタオルを使います。はい、タオルをですね、今度は体の後ろに回して後ろで、はい、こんな感じでしょうか。はい、でそう、親指は内側でよろしいんですね。はい、親指は内側ですね。はい、はい、タオルの長さはどうでしょう。長く持つ、はい、少し短く持つってありますが、はい、今回は少しタオルを短くですね、うん、はい、持っていただいた方がよく動くと思います。はい、じゃあお願いします。はい、この状態で、タオルがお尻をこするようにですね、こんな感じですか。はい、タオルを背中の方に持ち上げていきます。なるべく上でよろしいですね。はい、なるべく上ですね。はい、はい、でそこから下ろす。はい、そこから下ろします。はい、もう一回いってみます。はい、こんな感じでしょうか。そうですね。よいしょ。はい、こうですね。はい、はい、下ろします。下ろす。こんな感じでしょうか。はい、この時にタオルが、まあ、たるまないようにですね。あ、こうならないように、はい、ピンと張ってた方が、しっかりと伸ばした状態で持ち上げる。はい、上げ、おお、結構肩がきついですね。はい、もう一回いってみましょう。はい、はい、持ち上げて、はい、下ろします。はい、はい、じゃあこんな感じでよろしいでしょうか。はい、じゃあ皆さん10回一緒にやってみましょう。はい、お願いします。はい、じゃあお願いします。はい、まず足を肩幅に広げて、はい、いただきました。はい、タオルを少し余らして握ります。こんな感じですね。はい、親指は内側ですね。はい、はい、ここから持ち上げていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、はい、結構先生肩がいっぱい動く感じですね。はい、はい、ありがとうございました。じゃあこのね、肩甲骨のストレッチもタオルを使ってやってみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今日はタオルを使った3つの体操をご指導いただきました。トレーニングですね、人それぞれ筋肉の硬さとか筋力とか違いますので、まず痛みが出ない範囲から始めてみてください。特にこう力をつける筋力系は力が入ってるなって意識しながらやっていただきたいですし、ストレッチ系ですね、これはこう伸びているなっていうことを意識しながらやっていただくことで、十分だと思います。日々の、ね、生活の中にこういうタオルを使ったトレーニングということで今日はお話をいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん頑張ってください。はい、では質問コーナーになります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で私の方から質問を読ませていただきます。はい、最近背中が丸くなってきたと夫によく言われます。夫が言うんですね。でみたいですね。自分では気がつかないのですが、はい、どう気をつけるといいのでしょうかという72歳の女性の方です。よろしくお願いします。ちょうどそういう時期かもしれませんね。背中が丸くなってくる、うん、で結構ね、まあ、だんだんこう、ね、こう年とともにそういう人が増えてくると思います。ね、で、背中が丸くなってくる理由って3つあるんです。うん、
で一つはですね、圧迫骨折ですね、あの背骨がちょっとこう潰れてくる、まあ、骨粗しょう症ですかね、はい、であと、圧迫骨折がなくても、うん、背骨の骨と骨の間に椎間板という、こう間のそうそうそう、ね、クッションみたいなのがありますね、はい、クッションもやっぱり年齢とともに減ってきますから、うん、こう、それが減ってくると、うん、だんだんちょっとこう前かがみになってくることがあります、うん、なるほど。であと、圧迫骨折もない、椎間板も大丈夫、うん、あだけどそうです、ね、ただ姿勢が丸いだけで、うんうんうん、こうやっぱりあの丸くなってくる人がいます、うん、まあ、それはやっぱり背中の筋肉が弱くなってくる、筋肉ですね、そうですね、はい、だから骨が弱いか椎間板が弱いか筋肉が弱いか、どれかということになりますね、はい、でまずですね、まず自分で気をつけることはですね、うん、やはりあの日頃からですね、うん、丸くならないように、だから、気持ちとしてはね、胸を張るという感じで、こんな感じでしょう、はいはい、でこうそっくり返ると腰がこう反ってしまって、こうじゃないですね、余計腰に悪いので、こういう感じで、お腹を締めるようにして胸を張る、うん、とすると、うん、あの大体こう丸くなってくるのは背中の上の方が丸くなる人が多いので、うん、胸を張るとちょうどいいですね、はい、こんな感じですね、そうですね、はい、引き寄せるように、まあ、あのぐーっとやる、そこまでしなくていいですけど、うん、まあ、軽く胸を張るという姿勢を、大体こういうのすぐ忘れちゃいますから、うん、あの時々思い出して、なるほど。あとその骨が潰れてるかどうか、はいはい、椎間板が減ってるかどうか、はい、これはまああの、レントゲン取らないとわからないので、それはもうやっぱりちょっと病院でちょっと検査をしていただくっていうことですかね、うん、だからまああの旦那さんに、うん、まあ、日々言われるようだと、うん、まあ、ちょっと悔しいですけども、ね、まあ、ちょっと病院に行って形がどうかなという、まあ、そういう、こう、はい、きっかけにしていただければ、はい、なるほどと思います、はい、でなので、まあ、まずは自分でできること、胸を張る、姿勢を気をつけていただく、ね、はいはい、で念のため病院で行ってということで、まあ、でだんだんこう旦那さんに言われなくなると、うん、まあ、ちょっと夫婦関係も良くなると思いますね、はい、というふうに思いますので、はい、はい、じゃあそういうことで、はい、じゃあ今日もどうもありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございます、はい、どうもお疲れ様でした、どうも今日もありがとうございました、はい、今日はあの私の方で、骨と骨粗鬆の話、ね、またなんかもう勉強みたいな話でね、あの、まあ、でも今回からあと2回合わせて3回ですね、まあ、でも結構ね、大事な話ですね、ですね、したと思ってますのでね、はい、あの皆さんよくこうね理解して把握して何回も見直してみてください、ね、そうですね、そうですね、はいはい、あと体操の方、あ、先生どうもありがとうございました、ありがとうございました、本当にね、はい、はいはい、今日の、運動のポイントって言ったら、そうですね、あの今日のポイントはあのロコモのことをやる場合は足の運動が多いんですけれども、今日は、まあ、肩甲骨背中の両方のストレッチと、ね、筋力強化なので、はい、あのまあ、少し関係ないようにも思えるんですが、まあ、足と、まあ、この体の中心というのは、うん、まあ、連結しているので、うん、両方が、まあ、うまく動くことで、より歩きやすかったりとか、うん、力が弱くなりづらかったりすると思います、うんうん、今日の体操でこう、ね、姿勢が良くなるっていうのは何でしょう、少しね若々しくこう、ね、そうですね、生き生きと見える、そういう姿勢を手に入れられるかもしれないですね、うんうん、あ、そうですね、さっき質問のところにもありましたけどもね、うん、背骨と椎間板とかの問題だけじゃなくてね、筋肉とかね、やっぱりあの姿勢がいいと、若く見えますよね、うん、そうですよね、最近ね結構ね90超えて外来で、うん、一人で歩いて外来に来る90歳、すごいですね、増えてきてて、そうですか、でね、でその中でもやっぱ姿勢のいい人ってね、うん、若く見えます ね、うん、そうですね、どう見ても70歳しか見えないような93歳とかね歳いますからね、そうです、やっぱりね、皆さんもねやっぱ姿勢も今日の体操で気をつけていただいて、うん、ね、若々しい体っていうことでいいですか ね、はい、いや、でカメラの手前でやってた、うん、いや、あの、ね、結構きついですよ、結構きついですよ ね、 ですよね、はい、ね、我々あのライトもあるので実は結構汗ばみながらやりましたけど、はい、結構温まってくると思います、はいはいはい、なので、ね、皆さんこう頑張っていただいて、はいはい、どうも今日はありがとうございました、どうもありがとうございました、はいはい、それではですね、次回はですね、はい、あのまた骨粗鬆症のことでですね、うん、骨粗鬆症の、まあ治療のこと、治療、病院でですね、薬のこととか、うん、まあ、うん、そういうことをちょっとお話したいと思います。結構最近いろいろ患者さんとか地域の方とか話しても、うんうんうん、やっぱ前からこう骨粗鬆症治療されてるって方はちょっと増えてきた印象がありますね。そうですね、はい、そんなふうに思いますね。例えば薬とかも最近変わってるんですよね。あのね、最近の薬は効きます。そうですよね、効くのとなんかあの、うん、毎日じゃなくて随分こう飲む機会、
あるいは注射の機会も、うん、ね、少なくて済むっていうのがありますので、ね、ひどいのは、ひどい、ひどくないけども年に1回とかね、あーすごいですね、出てきましたからね、はい、じゃあそういうのも来週、はい、いろいろお話したいと思います。はい、はい、それでは皆さんまた、お元気でお過ごしください、はい、ありがとうございました。じゃあねー。